さあ、皆さん、約一週間ぶりの Capes a ー d Coffee ですが、今回もご視聴いただきありがとうございます。MC Justin here.Thank you very much for watching. 皆さん、この一週間はどうお過ごしでしたでしょうかもう、今回はですね、ロキエピソード2で、一気にマベル文をたくさん摂取できたので、すっごく元気です。そして、スパイダーマンも,も久しぶりに帰ってきたので、皆さんも今後ともよろしくお願いします。 さあ、今回は言うまでもなく、ロキーエピソード2の解説していきますが、Variant の皆さん、大いなる目的を持って、アッセンボー 今回のケイツカーフィーではロキーエピソード2の解説していきますので、ネタバレ注意報を発令します。まだロキーエピソード2。見ていない人は？ 見てからこの番組を見てくださいね。よろしくお願いします。そしてぜひ皆さんチャンネルの登録をよろしくお願いします。ここにありますので登録よろしくね。それにですね、えー、この番組はまあ大体1週間に1回配信しておりますけれども、えー、その間にいち早く海外からのマーベルニュースを早くですね、手に入れたい方はぜひツイッターもフォローしてください。こちらになります。 今回のロケは本当にね、盛りだくさんのコンテンツが凝縮されてましたよね。もうキャラクターの発展だったり、えー、そして裏切りだったりとか、もういろんなイースターエッグもたくさんありました。手がかり、足がかり、もうね、話したことがたくさんあるんですよで。それで実はもうありすぎて、1つの番組に収まらないんです。なので、この Cakes フェ Coffee では初のことになりますが、2回に分けてお届けしたいと思います。まずは今回。 Part 1, wo tanoshimi kudasai. Sore de wa sassoku desu ga, here we go. Sometimes people like you veer off the path. いやー、ミス・ミリッツの声がちょっと怖くなりましたね。早速だけど、一つの予測です。このキャラクターは単なるマスコットとか案内学じゃなくて、実は AI なんじゃないかと思います。しかもそれだけじゃなくて、このマーヴェルドットカムから引っ張ってきたキャラクター紹介を見ると、直訳になりますが、いろんな意味で TVA が時計仕掛けのように動くように管理してますとあるんですね。で、英語ではいくつかの限界な意味があって、時計仕掛けのように動くようにとか、働くように、 ととか働かか働せるるる管理すす制御するちょっとこう強制的な感じがするんですね。で、キューブリック監督の2001年宇宙の旅に登場する AI の春のように優しい声の裏には実は殺人鬼の性格を持った AI であるんじゃないかなと思うんですね。前回の番組で話したように優しい愛嬌のある声でかなり恐ろしいことを言っているのでおそらくダークサイドも持っていると思います。 まずオープニングシーンの舞台ですがなぜこのウィスコンシン州オシコシシになったのかというと私も悩みに悩んだら実は他のサイトで分かったことなんですが TVA が登場する多くのコミックのライターだった伝説のマーク・グルーンワールドの出身地であるからですしかもコミックでは全ての TVA の官僚が彼の顔をしています、えー、1985年におそらくですがバックトゥザ・フ、え、ューチャーがリリースされた年だから、えー、1985年になったと思います そしてストーリーとはそんなに関係ないんですけど、このルディサンス祭りは私も参加したことがあって、こういう祭りを開催するのに特化した団体がいるんですが、高校生の頃に行ったことがあって、本当にね、すごいいい思い出になりました。 そしてテントでのシーンマインドコントロールについて後ほど話しますがこれからかかる曲が気になりますよね1984年にリリースされた曲ですが同じ年に朝倉美樹さんがカバーを出しましたホールディング・フ、え、ァー・ヒーローという曲名ですが要するに、えーまあ、ヒーローを待っているという、まあ、意味ですねで捉えられる意味は2つあると思うんですがゆくゆくはこの番組でロキが、えー、アンチヒーローになることもしくはこの番組の真のヒーローはこれから登場するレディ・ロキであるんじゃないかと 思いますえここで何をやっていると聞かれて楽しんでいると答えるのがいかにもカオスの神様が言うことですね、まあ、これもこの後話す自由な意思とかモービアスが憧れているジェットスキーにつながる部分でもあると思いますそしてここでハンターたちのリモコンっていうか初代のゲームボーイですねクローズアップできますけれどもよく見てみるとタイムドアの他にミスミニッツを呼び出す機能もついてるんですね きっと、ヘイローの、えー、とコルタナみたいにちょっと呼び出して案内してもらったりとかいろいろ助けてもらったりするような機能でしょうね。このシーンは笑いながら見てましたけど、実にすごい興味深いですよね。ゲームで自分がプレイをするキャラクターを選ぶ画面みたいな感じだった。まあ一人ずつ見ていきましょう。 もちろんわかりませんけど、えー、エージェント・オブ・アーズ・カートというコミックシリーズに登場したキッド・ロキにすごい似てるんですよね、あの本当に若くてまだ罪のないあの、正しいことをしようとする少年に生まれ変わったロキです。 ツール・ド・フランスで優勝したロッキー一番笑った<笑>え。ユニフォームパンツの横を見てるとチームロキとまで書いてあるんですね。まあ、奥の選手はドーピングや何らかのカニングをしているスポーツだからロキにはふさわしいけど、なんとなく悪目高いランサ・ーアームストロングのユニフォームに似てる気がするね。 そしてファイナルファンタジーのロキ <laughs>、えー、鬼の姿になったロキですがおそらく角は本物ですよねこの辺あたりからおとぎ話っていうか古代スカンジナビアの神話に出てくるようなロキばかりですねこいつどんな能力持ってんだろうね続いては妖精のロキです <laughs> まあ実は古代スカンジナビアの神話で描かれているロキに最も近い姿かもしれないですよね そして大鳥は苔の生えたロキです <laughs> やはり全員はどこかに緑色がついてるんですよね。 まとめて破壊する。その通りです。よく考えてみると、分岐タイムラインをリセットするということは、そこにいた人たちも破壊されます。要するに殺戮です。だから捕まった時に振り向いたロキはこんな表情をしました。そうすると、モンゴルのこの子たちも、そして大聖堂の可愛らしい少女も TVA によって殺された。と考えてもおかしくない。後ほど話しますが、きっとこういうことがあるから、レディロキが TVA に対抗している。 やはり TVA は冷酷死んだ仲間の遺体を連れて帰らず破壊するどうせ破壊されるんだったら連れて帰っても一緒じゃないかさあタイムキーパーの実像について思うことえタイムキーパーの存在についていくつか面白い説があるんだけどもちろんそのまま存在してるかもしれないけどでもそれだとあまり面白くないですよねえもう一つは、えー、とタイムキーパーは存在していなくてミスミリッツが顔になっている AI の身代わりであると もともと実際存在したタイムキーパーはいたけど、時間を制御するためにコンピューターを残した。TVA を通して時間の正しい流れを制御しようとしているこの AI で、えー、人間に受け入れられるように、そして人間を操れるように亀のような存在を装っている。でこれは1960年代の人気ドラマ、Star Trek、えー。日本では宇宙大作戦ですが、えー、これに登場する話に似ています。社会を制御するためにコンピューターがランドリューという、えー、人間の ホログラムを使って恐怖を与え住民をコントロールしていた、まあ、これだったら TVA に莫大な資料とかデータが生まれることもあるかもしれないし、まあ、本当に人間ならここまでやるかって感じですよねもう一つはでこれが私が一番好きなんですけど実はタイムキーパーは一人征服者のカング え後ほど、レンスレア判事についてあの詳しく話しますが、レンスレア判事が TVA にいることで信憑性はかなり高くなると思います。えー、マスター・オブ・タイムになるべく TVA を手下にして、えーまあ、考えたハンターたちは結構手下っぽいですよね。まあ、自分がコントロールできるように聖なるタイムラインのみが残るようにしているかもしれないですね。 あとちょっとしたヒントはいろんなところに出てくると思います。エンドクレジットに出てくるこの瓶ですが、えー、紀元前800年って書いてありますが、原作ではあのこのこカン具は古代エジプトのファラオとなって、えー、ラマタットっていう名前を取って、えー、活躍していました。そして単純にエピソード1で出てくるアニメの真ん中のタイムキーパーや、エンドクレジットに出てくるこのタイムキーパーはいつも真ん中で、しかも次回アントマンに登場するカン具を担当する役者のジョナサン・メイジャーズにすごい 似てると思います。 そしてレンスレア判事について、えー、皆さんご存知のように原作では43世紀に生きていた王妃だけどカングに気に入られてそこから複雑な関係に <laughs>、えー、カングの都クロノポリスの当事者になることもありました、えー、彼女が判事であること自体がカングが TVA を操っているという説に信憑性を与えるものでもあると思うし、えー、タイムキーパーと面談できるのは彼女のみですよねそして初登場した時にカングに似ているタイムキーパーの彫刻の口 の前に現れ、えー、代弁をしているように見えるんですよねその上先日記者会見でレンスレアを演じるググウンバサローさんはこう言っていました私の役について監督はコミックで登場するレンスレアよりも以前のレンスレイアで今回の番組では彼女の成り立ちのような物語でもある将来のポテンシャルはまだまだたくさんありますということでした そして一瞬で終わりますがこのグラスの後のやり取りは後ほどロキが言うことにもつながりますけどタイムラインにいる人たちは何度も同じことを繰り返して運命が定められているけど TVA の人たちにしか自由な意思がないことを案じているさあ今回「Capes and Coffee ロキエピソード2」 解説、パート1でしたけれども、パート2はおそらくあと2日後にですね、月曜日あたりに配信できるんじゃないかなと思います。頑張ってやってみますので、皆さんぜひご視聴ください。それまでは、Stay safe and stay super!